も味もカキフライのようになるびっくりレシピです。フードプロセッサーメタルパーツで山芋をペーストにしていきます。舞茸は食感が残るように1センチほどの大きさにします。白だし大さじ1、青のり大さじ2入れてフードプロセッサーで混ぜていきます。スプーンですくってパン粉をつけていきます。180度、エサンテオイルを底面に広げるように流し入れます。両面焼き色がつくまで揚げていきます。今回のなんちゃってカキフライ、本当にカキフライの味がするのかなって思う方はぜひ試してみてくださいね。